鳥小屋の裏だね、これ多分養鶏場の裏、養鶏場を取ったからね、今日この前はね。今年はこっち取った、いい景色ですね。いやー、ソニーのカメラが駆動系が動かんようになってる。レンズの出し入れができんようになってね、えらいこってし、焦点が合わん、合ってないか。無茶こんな不良になるんだけど、突然壊れるからね、困ったことだよ。ピントが固定になっちゃってた、自動で暴んなくなって。これ本当かよ、なんかボタンが違っとるじゃないか。オートか、オートですね。オートになってるんだけど、ピントが合わない。ピントが合わず、ズームができずって。ピントが合わず、ズームができず。どんなカメラになっちゃったんだとか言ってなんとも、またいいカメラ考えてみましょう。ちょっとね、違うカメラ考えてみます。残念。お、来ました。片落ちのカメラに向かうか。片落ちの安村に向かうか。適当に探しや。新しいの買った方がいいよ。5万円ぐらいね、多分修理取られると思うね、駆動系なんか変えたら。5万円ってのは新しいカメラ買った方が安い。まあ使い方が荒いからなんでしょうけどね。修理ありませんね。そんな高いカメラを使うような話じゃないですね。安いので十分だよ。壊れた時のことを考えなくちゃね。いくらいい写真が撮れても1年に1回壊れるようじゃ修理代がいくらあっても足りない。それより安いカメラを1年に1台ずつ買った方がいいんとちゃいますそれもそうだねとか言って、今日はソニーのカメラの苦情で終わってしまいそうだ。まあとりあえずまだ撮れますんでね、ピントは合うけど、写真としてデータは落ちてるみたいだから、まあどんどん撮って、ね、ボケ画像でもどんどん撮って、ね、ボケていい味が出るかもしれない。まあ撮っときましょう。グラウンドだね。はい、汚いね、これ。
こはね、あそこがあのこの前10万羽ね、鶏の殺処分した鶏舎ですね、あれね、養鶏場です。お気の毒でしたね、あそこ。インフルエンザが発生して、インフルエンザだったかね、なんか病気発生してね、殺処分だよ、大変ですわ。ちょっと離れたところにあるんですけど、はい、どっちでしょうか。まっすぐ行け、まっすぐ行けと。もうさすがに半分ぐらい歩いたかね、半周したかね。もうしたでしょうか、まだでしょうか。順調に快適に歩いております。周回コースを左です。この前このまっすぐ行ったんだよね。ここね、ちゃんとここに表示が出てるんで、これを言ってくださいと。鳥取大学です。正面が鳥取大学でございます。はい、振り向けばこうなっております。
あ、ズームができました。治ったよ。なんかズームできて治ったよ。これ気をつけなきゃいけんね。なんかりました。ああこれでカメラ買わずに済んだかもって。またすぐ悪くなるんだ多分。ちょっとボタンの押さえ方をちょっと考えなくちゃね。まあそういうことある。前もそうだった。いよいよだん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 悪くなって、少しずつね悪くなるんですね。人の体と同じだから少しずつ悪くなるから、悪くなったとちょっと症状が出た時にボタンの押し方とかね、操作の仕方とかちょっと変えてみるというか、故障発生しないようになんとかしたいね。なんと治ったというか、治ったんじゃないかね。症状が出なくてよかったね。とりあえずズームできたね、一枚ちゃんとできたし、ピントもちゃんとあったし。なんだこれは、言って、まあ多分ゴミでも入ったんだろうね。ゴミが入るような使い方してるから。なんかどんなカメラ買おうかなって考えた時にまた治るんだ。面白いね。世の中は分かりませんね。はい、鳥取大学です。鳥取大学医学部かね。分からんね。工学部ってのがあるから